あ、ごめん、もうね、ないわ。全部簡単だったから、もう分かりやすいので言っちゃいます。オッケー。何？ニラはいいんだよ、もう。もういいんだよ、ニラは。いや、二文字だから。え？さっき。もうそれしかねえじゃん。いや、もうそれしかないやん。あ、いや。え？何何？ちゃんと二文字なのに。そんな文字ある？光ってんな。脱粉だろう。脱粉しかねえよこんなの。減った。あ？脱粉排便封じられたらもうないだろ。何があんだよ二文字で。本当だよ。あとは。うん。あと何があるかな。これでいくか。ポトちゃんケツ綺麗なんだから。ケツ。はあ？尻？おい尻いっぱい描くな、尻いっぱい描くな。これなんだ、何これ。なんだこいつ。何これ。え、ね、どういうこと。ほくろ？ほくろ？あれ気づいた、よく気づいたね。何？何？待って待って、何これ、これ全員答えられないのはダメよ。まずいぞ。これビビるよ。いやいやいや、ビビるよ。わざわざ正式名称じゃないじゃん。ひどい。シリとかケツとかが一番良くない。そんなわけないじゃん。おしりちゃんもあれどう見て。おしりじゃない。そんな上品じゃなかったもん、お前の尻が。いや、上品だったね。上品。狂わせてたんだよ、俺は何せ。お前の絵が、ケツって言わせたんだからね。上品だったらこっちもお尻って言ってんだ。いや、光ってたもん、俺は。光らせてたんだもん。俺も光るだけのケツだから。みんなはね、お尻のこと尻とかケツとか言うけどね。なんかあったな。お前の描くケツが汚かったの。ドロー&ゲスでやってたから、ね、お前の絵がケツって言われた。違う、光らせてたじゃん俺は。何回も言うけど、再三言うけど、お尻綺麗に光らせてたんだよ。お前の絵がもうこれケツだなってこっちに思わせてない。いやいや、ケツだったらもうちょっとブツブツつけてるもん。綺麗か汚いかで変わるんだね。そうそう、もうちょっとブツブツついてるから。